はい、どうも皆さんこんにちは、吉田隆久です。この動画はちょっと決意表明というか、結論から言うと、これから今日から毎日投稿をしようかなっていう、なんで、なんか今まで結構高い頻度で更新はしたかったけど、なんかやっぱ動画っていうのも初めてのチャレンジで、動画編集っていうのがかなりネックになってて、なんかそれに時間を取られちゃうから、日にちが空いたりして、なんかなんだろう、あんまり高い頻度で更新ができないっていうのがあったんですけど、ちょっともうなんかこの動画はもう一発撮りでこのまま、編集もなしでこのまま YouTube に上げようと思ってるんで、そんな感じなんですけど、そう、それで今日から毎日投稿をするっていう、ことをしようかなって思ってます。でちょっと今はジム帰りで、髪もボサボサの息切れもしつつなんですけど、なんか今日はすごい車がいっぱい止まって、バスケの試合かなんかあんのかな。そんな感じで、上げる動画の内容としては、12月からウルグアイに行くから、そのウルグアイに行ってスペイン語を勉強するっていうのがメインになる予定だったんですけど、なんか今から毎日投稿の習慣をつけとかないと、いきなりこの頻度で12月ウルグアイ行って毎日投稿っていうのは多分難しいかなって思ったんで、やりますね。上げる動画の内容としては、どうしようかな。今アメリカにいるんで、そのアメリカの生活のこととか、あとなんか自分が思ったこととか、あとはスペイン語の勉強してるところも、今できることなんか僕なりに、やっていこうかなっていうのは思ってますね。じゃあそんな感じで、多分動画のクオリティというか、もともとそんなに高くもないけど、なんか一発撮りしてそのままポンって上げる動画も増えていくと思うけど、とりあえず動画の更新頻度を上げようかなっていう、お話でしたね。そんな感じかな。こんな動画上げてほしいとか、そういうリクエストとか、もしコメントあったら嬉しいですね。そんな感じかな。動画編集して綺麗な動画を上げようっていうよりも、50点以上の動画をポンポン上げていくみたいな感じに、しようかなって思ってますね。日常の感じとかも、出せたらいいなっていう感じですかね。そんな感じで今は、ジムから出てアパートに戻ってるっていう感じですかね。後ろの人がすごい叫んでる、見えない。そんな感じで上げていくんで、これからもよろしくお願いします。ではでは。